はい、フェイジアの、ね、花がね、咲いてきました。これはあの上の方にもね、これいっぱいあるんですけども、4本入ってるうちの1本はマンモスじゃないんじゃないかってい こう疑惑の種なんですね。ですからこれね、これこう袋をかけて こっちのマンモスの、これこっちマンモスだろうと思うんですよ。こっちが咲いたらね、こっちと交配ね、刺すようと思います。はい、ちょっと楽しみなあれなんですけど、ね、いよいよ咲き始めましたね、フェイジアもね。これやはりあの日光が当たるところがやはり先にね先行して咲くんでしょうね。で見てるとね、これヒヨドリがね、これね、この花びら甘いんです。これを食べに来るんですよ、これ、うん、これをね、あのこの前昨日かな、来たからね、追っ払ったんですよ。こらっちって。はい。はい、フェイジアの方ね、この前から時々言ってました、この一本がどうやら、マンモスでないんじゃないかと。これ、買った時にはマンモスだって言って、こう、寄せ植えしたのをいただいたんですね。で、成長してくると、これだけがね、なんかね、幹もおかしいんですよ。で、直立ドーンと上に行く。はい。で、あの、味は結構いいんで、これはアポロなんじゃないかなっていうのは、あの、今回のね、このテーマなんですよ。はい。で、あの、まあ、そう言いましてもね、こう、見かけだけだったらっていうこともあると思うし、で、まあ、このアポロの方と思えるね、このあれはね、結構開花が早かったっていうこともあるんだけども、まあ、あの、はっきりしてるのは、あの、マンモス同士、たら結裂しないんですよ。マンモスは自己結裂しないっていう、そのね、あの基本的な法則はありますんで、中にはまあ、あの自己結裂するような個体もあるらしいんですけどね、まあ、あの 95% 以上はね、そのおそらく自己結裂しないです。ですから、あのこの袋ね、こういうの用意しまして、アポロそれからマンモスで、二つこう、用意しまして、で、それぞれのこう花粉に、で、こう、受粉するんですよね。で、こう、マンモス、これが仮にマンモスとしたら、だから、受粉、自家結裂しないんですよ。結裂しないんですよ。ところが結裂したと。ということになると、ロジックとしては、これは別品種ですよって話になるんです。はい。で、あの、こっちの方です。マンモスの方ですね。アポロと思えるやつが、やってみて、結裂しなかったら、ああ、こっちはまあマンモスかなっていうようなことになると思うんですけども。はい。ですけど、まあ、実っちゃったら、ああ、やっぱり、どっちもそれぞれが一種なんだなという、それがはっきりするんですよ。ちょっと難しい話で、恐縮なんですけど。はい。で、あの、そういうふうにしてね、これ。今これまあどこの枝にしようかなと思って、おそらくね、結裂しやすいのはもっとはっきりした枝の方の方がいいと思いますんで、上とかこっちの方ね、それにしようかなと思います。で、マンモスの方はボツボツこれ、あの、こっちと思えるやつね、は、花ついてきてますんで、そっちの方でね、これ選んで、これはアポロか。こっちの方ですね、こっちの方である分を選んで、一遍試してみようと思います。はい。はい、あの、ここにですね、アポロと思われる、と思われるもの、これと、これ、ですね。この木の切ってる分の、こっちと、これ、ですね。で、この二つはですね、マンモスと思われるところの花に、アポロの花粉をつ、と思われる木の花粉をつけました。で、マンモスの花粉を、と思われるものから、こっちに、二つつけてます。はい。まあね、違うと思いますよ。おそらく。でも、結裂しなかったらどうしようかなと思うんですけどね。木が全然これ違うんですよね。本当にあの、今の花の、あの、時期もこっちのアポロの方がこれ早いんですよね。なんか知らんけど。うん。で、マンモスの方は少し遅れて、これからまた開花していって、こういうつぼみまだ硬いでしょ。アポロの方は、まあ、条件もいいのか分かりませんけどね、かなりたくさん咲いてるんですよね。はい。そんな感じでね、さあ、これはどう出ますか？楽しみですね。
はい、まあ、今のところ一通りですね、受粉作業は、まあ、一応終えたということですね。アポロの方は結構咲いてますんで、まあ、マンモスの方とね、こうはさしてますけども、こうテストなんかのねやつもしましたけども、あとはね、まあ実ってくればいいから、いや、あっちの方に、ジェミニとかプリティグリーンの花粉がたくさんありますので、それからトライアンフもありますので、それをねこうたくさんこう入れ小でしてこうつけてますから、まあそれで実るんじゃないかと思いますね。これからまたあのジェミニとか、それからそのプリティグリーンとかトライアンフの方ね、どんどん咲いてきますので、また交互にねこう花粉をこう取り合って、で、筆かなんかと、まあテレマこうつけてますけどね、これこう黄色い粉あるでしょ、これがあの花粉なんですよ。もうめっちゃたくさんね花粉が出てますから、それでねいけると思います。で、まあ鳥なんかもね、これあのメジロとかね、ヒヨドリなんかがこうヒットアンドランでこう渡って食べていったりとしますから、それでもね、あの結実そのものはあんまりあの苦労はしてないです。一本だったらダメだけども、他の種類と混ぜて混食して、で、あの鳥とかね、昆虫とか、まあ人間もそうですけど、やれば、フェジはそこそこ実ると思います。ただ、幼木はあんまり実らないですよ。そこは、ちょっと考えておいた方がいいかなと思いますね。おそらくまあ3年ぐらいか、植えてから、早くて2年、遅くて、普通はまあ3年とか4年とか、場合によっては5年いうのもね、やっぱありますからね。特に樹液の方は結構時間かかるみたいですよ。はい、そんなんでね、今日フェイジアの方の受粉作業1回目ありました。ヒメコナツはですね、6月の中頃にはこれね、もう実って食べられると思うんですよ。ですから実はやっぱりね、これ大きくならないです。なかなかね、ミニピーチっていう感じですね。こんな感じだと、はい、で少しこれね、柔らかくなりかけてるんです。少し触ると、こう、弾力がこう感じられるようになってきて、なんですよ。ですから、もうあの収穫はね、きっと間近だと思います。今年これで、10個ぐらいかな。うん、10個ぐらいですね。でも10個ったら実が小さいんで、こう木の方のね、体力にはあんまり問題ないというふうに思います。これがあの大きい実だったらね、さすがに10個はこれつけすぎになりますけど、その半分ぐらいですから、実はこんなんでしょう。だから、それは大丈夫だと思いますね。はい。狭いところでちょっと恐縮なんですけど、これあの、今年買いました川中島白桃の苗です。で、一本苗でね、ちょこちょこちょこっと出てなかったんですけど、もうこれ見事にここまで、2ヶ月かな？え、2ヶ月 ?3、4、5、うん、2ヶ月か。2ヶ月で、まあ、ここまでね、あの、芽吹きがあって、伸びてきてます。おそらく夏になるともう私のせいぐらいのところまで行くんじゃないかと思います。で、来年また花咲きまして、もしかしたら少し、あの、味見程度のね、実ができるかなと思います。ただし、この、中島白桃は、他の、木のあの花粉を与えなかったらならないので、そこはね、ちょっとね、注意ですね。こっちの方は、大久保白桃です。大久保の方ね、中島白桃もそれ、大久保も、実は、花咲いて、受粉して、削り仕掛けたんですけど、またやはりね、木の体力はないんで、もう落下しちゃいましたね。まあそれはもうそういうもんでしょう。はい。まあこっちの方も、ね、大久保の方もね、結構芽吹きがしてきまして、まあ今年もね、かなり枝をこう伸ばしてくれて、中島白桃と同じように少し、また来年は実ついて食べられるというようなね、ことになればね、嬉しいなと思います。こっち山桃の実ですね。これからまあそうですね、1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月。急速にきっと実がね、大きくなって赤くなって食べられるようになると思うんですよ。こっちもあっちもね、こうなってましたね。かなり上の方まで来てますから。まあ収穫したらこう、木を切るっていうね、この前も言いましたけど、そういうふうにさせてもらおうと思うんですけどね。まあこれも、味はそんなにあれなんで、期待はね、してないんですけども、まあ、できたらね、見物として、綺麗と思いますよ。
今日はこの辺で失礼いたします。さて今回いかがだったでしょうか。またね、皆さんとこのチャンネルでお会いいたしましょう。では皆さん、ごきげんよう。さようなら。